カリンが離れまます体制完了スタートしました10番エハバンディアイスタートポンと飛び出しますが好ダッシュは6番のロイヤル・イブキ内からかわして先頭に立ちますその後ろから4番のラビング・ユーさらには1番のスマート・シエラスマート・シエラが2番手に上がって先頭に並んでいきました5番手から3番手に加わっていく7番のアメリカン・ビキニ ずーっと今単独3番手から前の2頭に並んでいきましたそしてその集団の後ろに8番のハッピーマンがいってそれから1馬身半、外に9番、玉も青空内は3番の帝王テバルディそれからあとは4馬身ぐらい離れて後方に2番のシナモンショコラ最後方3馬身、5番のテイエム・パイロット34コーナー中間に入ります。 わずかに内1番のスマートシエラ先頭ですが並んでいく6番のロイヤル・イブキこの2頭が前を行って4コーナーカーブその2頭の外から接近する7番のアメリカン・ビキニ残り400を通過その後ろ4番ラビング・ユーストーには8番のハッピーマン4コーナーから直線へさあ先頭は6番のロイヤル・イブキ7番のアメリカン・ビキニさらにその外から8番のハッピーマンがぐんぐん差を詰めてさあ一気に先頭に立って200を通過2番手が7番のアメリカン・ビキニ3番手には4番ラビング・ユーとうち6番のロイヤル・イブキ 争いですがが4番ラビングユー上がってきたたししました8番ハッピーマンゴールインハッピーマン見事デビュー勝ち2番手が7番のアメリカンビキニその後4番ラビングユー3番手です京都競馬第5競争メイクデビュー京都に歳新馬戦勝ったのは8番のハッピーマン